じゃじゃーん、はい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 、こちらでございます。これね、はいどうも、水平リベ、僕森科学と森田くんでーす。よろしくお願いしまーす。ということで、科学と森田くんの科学で遊ぼのお時間でございます。そして今日は、スーパー科学電車を絶対に成功させたい！よいしょ！ということでね、はい。最近ね、よくやってますけど、スーパー科学電車。まあ、またの名はね、コイルトレインなんて言うんですけれども、過去ね、いくつか挙げてきました。まあ、正直ね、動いてはいたんで、なんとなくできました、みたいな、感じは出してたんですけども、まあ、正直に言います。失敗です。はい。黒歴史です。ということで、まあ、今回は、今回こそはもう絶対に、絶対に成功させる秘訣をね、はい、思いついたので、もう今回こそは、もう絶対に、もう何回言うんだって感じですけど、絶対に、もう成功させます。さあ、ということでね、どんな秘策かというと、じゃじゃーん！はい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 、こちらでございます。これね、まあ、ある筋からね、普通の棒を入手しまして、コイルをね、はい、巻いてきたんです。以前はね、試験管でね、ちまちま巻いてたんで、そのせいで、いろいろデコボコができちゃって、うまく、電車が回らなかったんですけども、こうやってやれば、キュッと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 することができます。全体を一気にキュッとすることができますので、デコボコはなくなるんじゃないかと、そういうことでございますので、やってみたいと思います。さあ、そしてですね、はい、実はもう一個秘策あったんです。それがこちら、てれーん、超極太導線です。超極太、はい、2倍以上、はい、太くしております。超極太導線でやればさらにデコボコがなくなるんじゃないかということで、やってみたいと思います。そしてできたのが、でーん、こちらでございます。すごいでしょう。これはこんだけね、ぎゅうぎゅうにしたらさすがにデコボコもないので、スムーズにいくはずだということでございます。さあ、ということでね、スーパー科学電車やってみましたけども、今回はさすがに大成功と言っていいんじゃないでしょうかね。ぐる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 ね、はい、一生回ってました。ただ、見えなかっただけです。はい。ただ見えなかっただけです。はい。ずっとね、回ってる。ずっと回ってはいたんで、これはもう紛れもない大成功でございます。こんな感じでね、いろいろね、他にもね、このスーパー科学電車、はい、コイルトレインで、いろいろね、遊んでいきたいと思ってますんで、ちょっとね、これからも、どんな、はい、スーパー科学電車が飛び出すか、楽しみにしてもらえればと思います。ということで、以上、科学と森田くんの科学で遊ぼうでした。よかったら、チャンネル登録、高評価よろしくね。バイバイ。